武雄温泉楼門は佐賀県武雄市にある建築物。天平式楼門と呼ばれ、釘を一本も使っていない独創的な建築物。国の重要文化財。所在地は佐賀県武雄市武雄町武雄7425番地。明治以降、観光温泉街として発展した武雄温泉の拠点として武雄温泉楼門の建設が計画された。設計者は辰野金吾。1914年11月20日に上棟、翌1915年4月12日に落成した。楼門は建築面積 119.96 平方メートル、両側面翼屋付で、本瓦葺きの、いわゆる龍宮門と呼ばれる形式の門に、三瓦葺きの翼屋を張り出している。伝統的な和風衣装を基調としながら、細部の衣装や加工等に、当時としては新しい試みが見られる。釘を一本も使用していないことで知られる。また、当時の建築界をリードしていた、建築家の辰野金吾が関与した数少ない和風、建築である。2005年7月22日に国の重要文化財に指定された。2013年の保存修理工事で2階天井部から4つの干支の彫り絵が発見された。これらは東京駅のドーム天井にある8つの干支の彫り絵を合わせると12種が揃うようになっている。設計者、辰野金吾の遊び心だとされている。国指定文化財等データベース。kunishitei.bunka.go.jp 2020年6月11日閲覧。辰野金吾のレリーフ、12種揃う東京駅と佐賀に。日本経済新聞電子版。2020年6月11日閲覧。ありがとうございます。